モデルプレスイコール2024年4月24日、ファンタスティックスの佐藤大輝と沢本夏樹が26日に発売の雑誌、ウィズ、6月号、講段社に登場。グループとして目指す今後について語った。写真、佐藤大輝、肉体美披露、佐藤大輝沢本夏樹。大人の色気あふれる、沢体としてファンから愛される二人を8ページにわたって取り下ろし。 佐藤、沢本はグループ内で年長組ということで、大人の色気をテーマに撮影を行った。いつもの笑顔はもちろんのこと、ドキッとするような安入意な表情も盛りだくさんの8ページに。沢本の柔らかな脱力感と佐藤の引きつけるような強い視線が合わさって、二人にしか出せない雰囲気で魅了する。撮影中、カメラマンの要望通りにすぐにバシッとポーズを決める姿も。 その一方、二人で至近距離で目を合わせて、これ恥ずかしいな。と思わず吹き出してしまうなど、可愛らしさも健在だった。佐藤大輝沢本夏樹、グループとして目指すところとは。インタビューでは、ダンスで観客を魅了する、パフォーマーとしての教授や、グループとして目指すところなどについてもたっぷり語っている二人。アニメ、ヴァンパイア男子寮のオープニングテーマ、シュガーブラッドキス。 にちなんで、二人の考える、色気、についても質問も飛び出した。パフォーマーとして、エンターテイナーとして、これから目指すところはどこなのか。国民的なグループになるためには、ダンスだけ頑張っていればいいわけじゃない、と語るなど、二人の本音に迫ったインタビューも掲載されている。休憩時間、差し入れのストロベリーチョコレートを食べた佐藤が、これ、うまいよ。 と沢本に渡して二人で食べるなど、終始本和か和やかな雰囲気の二人に和んだ撮影に。そんな二人の雰囲気は、紙面で堪能することができる。表紙は江本タスクまた、金剛のカバーを飾るのは俳優の江本タスク。この他紙面には、HiHiJets、俳優の間宮祥太郎、秋山隆二、ロバート金田聡志、半夜、俳優の鈴木良平、歌い手、 超学生、大河ドラマ、光る君へ、で小丸役を演じるにもが登場する。モデルプレス編集部。